ということで、逆襲編、今回はガープということでやっていこうかなと思います。いや、ガープといえば、船長の敵に攻撃した時当たるダメージが 30% 増加、受けた時スキル2が、短縮される、めちゃめちゃ強いですよね。で、それプラス、アタッカーから受けるダメージ、自陣だと 50% カット。それプラス、バラメーター強化中の攻撃 30% カットなんで、80% もカットされるんですよね。ああ、単純計算ね。バカだけど。うん。多分80じゃないんだけど、80、まあ、単純計算、されると。で、それプラスね、このメダルをつけると、85、90、93、あとは、これか。ん?ドンキホーテファミリーで、93、もう 100% カット!もうゼロダメージや!いや、なんかさ、無料ガチャ来てたからなんか引いてみるね。うん、ベンベックマンとシャンクス当たりらしいしね。提供割合は 0.06! 当たる?ベンベックマンだけでも 0.2 ぐらい欲しかったかな?うん、でもシャンクスとベンベックマン当たる確率一緒なんだ。ってこと、熱い熱い熱いあー、つい、頭で、まあ、腰音は確定か。まあ、多分当た、ピックアップは当たんないけど。シロロロロか。はぁ、あ、いや、まあ、神ガチャ。ということで、一戦目よろしくと、結局ね、シャンクスなんて、儲かもない。いや、そこら辺考えたら、もう、アタッカーならお任せあれと。まあ、しかも、船長と。はい、任せてください。もう、ガープの出番でしょ。もう、ガープだって、シャンクスのために作られたような特性ばっかだもんね。さあ、これどうしようか。まあ、言うてゲージ貯めるしかないんで、まあ、結局、アタッカーってディフェンダーに弱いみたいな、そういうところあるじゃないですか。まあ、そこら辺見せていただけ、いけたらなって。まあ、ちょっと思ってますと。さあ、ここ、とりあえず大丈夫そう。C 地点絶対無理。ここタッチバグしてる。はい、オッケー、ジャスト回避。ほいしょ、はい、オッケー。タゲかかんなくてもこのスキルは当てやすい。はいはい、スキル遅延させちゃうよ。はい、スキル遅延。はい、オッケー、外していく。危ない。はいはいはい、一発二発、オッケー。いいガープ。はいはい、でもちょっと赤犬は渋いな。赤犬は渋いからちょっとここ守りますか。いやー、まあでも体力減らされるの結構しんどいな。ねえ、ちょっとしんどさはあるね。いやだけどこれ強いぞ。これ強いな。でも裏取ってきてもな、正直いけないんだよな。ここの超強いこのアタッカーたちを抜けて。いやーごめん。いや、せっかく取っていただいたのにそこは申し訳ないんだが。いや、どうしよっかな、こっから。まあ、守るしかないか、実際。いや、相手が、いや、やばいな。ちょっと待って、ここどうやって取る?ゼファーから取らないと。ちょ、これまずいね。ちょ、待って、これまずい。だいぶまずいぞ。いや、ゼファー一人落としてる。いやー、待って、マルコが来てる裏ね。はいはい、やばいか。これ大丈夫か?大丈夫なのか?大丈夫なのか?どうなんだい?はい。はい、ほーいね。あー、オッケーオッケー。いやー、でもここ任せろとも言えないんだよな。でも取るためにはさ、しょうがないんだよね。さあ、ここは、はい、ぶち当てる。はい、やばい。同時ブーストか。ちょっとしくってる気がするけど。いや、まあまあまあ、大丈夫大丈夫大丈夫。いや、ここどうやって取る?問題はどうやって取るかだよな。さあ、ここは、はい、オッケー、吹っ飛ばして。はいはいはい、火力はありますから。はい、オッケー、チームブースト。ナイスチームブーストで、ここま、やばい!ゼファーで、やばい、ゼファー艦隊だ、相手。ちょっと待って、まずいな。シャンクスから守ったとてなんだよな、このままだと。いや、どうやってゼファーを崩す?おでんがいないと崩せないのにな、そもそも。いやー、どうする?どうするとか言っちゃったけど、どうしよっか。いや、夜アラバスだからもしかしたら取れる可能性は全然あるんだけど、無敵スキルあるからな。いやー、ちょ、これ渋くないか?いや、味方におでんがいたから、その方を待つしかないんだよな、正直。ナイスおでん。さあ、ここは、シャンクスなら任せありと。はい、お任せください。あ、でもゼファー落とせそうだな。オッケー。いけ!さっき言ってスカイ!いや、そうだよね、見てから避けやすいもんね。いや、どうしよう、ディフェンダーの宿命が現れてる、すごい。てか、このステージのゼファーめっちゃ強い。はい、オッケー。はい、一発二発。待って、その連打クソ強い。いやクソ!待って!ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、トスカ!あー!いや、取れる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 !そっちかい。ちょっと待って、取れる。ああ、わけわかんない。わけわかんないゾーン発動した。やばいやばいやばい、わけわかんないゾーン、わけわかんない。流星打つな、流星打つな。流星打つな、無理無理無理、絶対勝てないじゃん。はい、ということで、2戦目よろしくと。いやー、難しいね。やっぱディフェンダーって。なんか攻められないからさ、あそこ取んなくても、あ、なんか C 地点最初に取った方がよかったのかな。てか、ゼファー強いな。さ、4番さんの裏がシャンクスだったんだけど、いやー、ちょっとね、ゼファー誰か落としてほしいね。いや、で、実際どんぐらいダメージ食らうのかも知りたいから、まあ、火力は入ったじゃん。まあ、シャンクスもともと耐久もないし、まあ、ガープが船長に対しても強いっていうのもあるけどさ。いやー、だからちょっとやっていきたいんだけどな。さ、オロビどこ行った?あれ?あー、杯こっち来るか。めんどくせー。めんどくせー。杯めんどくさいんだよな。多分勝てないし。どうしよう、これ。あー、オッケーオッケー。握ってくれた。じゃあ、そうなってくるとよ。はい。
いてマグマダジャスト回避か誰かの。いやこれは一旦スキルチェーンさせて、あれ回避早マジ。さあこれはか、おぶねー、それ強い、これは大丈夫。回避早くない、そんな早い回避たまんの。待ってめっちゃ早い。いややっぱほんと関わんのやめとこ杯。一回もうかマグマだまりで入っただけで1万削られてんの。冷静にキモすぎる冷静にキモーい、キモいって、それはそれは強すぎるって。ちょっとシャンクスとか見てほしいな、やっぱ。さあここは、はいはい、オッケー。さあ犬神大丈夫。いやこれきつい、待って、もうか強すぎるマジで。ディフェンダーがさ、もう生きないのよ。さあこれは、はい、オッケー、ジャスト回避、はい、いてー。いやナイスシャンクス、ナイスタゲだね。いやマジで助かった。さあ裏はもう知らん、おまあオロビが頑張ってくれてるから、まあ俺は前線をねここ守っていきたい。さあシャンクス多分出てくるぞ相手も。で敵ブースト、いや割合ダメージもいるな、ちょっとうっといな。いやシャンクスは俺に任せろ。はいはいはい、これ第2回かかる俺、あっちだよね。オッケーオッケーオッケー、怖いよ敵部、怖いよ敵部、怖いよ。ここにシールドあるなよ。いやこれはここ捨てていいわ、うん、あそこ最悪取られていいから、あのいっぱい一気にやられるのを絶対なくそう。オッケーオッケー、これはディフェンダーの最善策な気がする。ちょ裏大丈夫だよね、さすがに杯って言おうとしちゃったけど。じゃあここシャンクスから守りますか。さあどうしようか、どうしよう。マルコ一陣取った方がいい気がするけどな俺、この感じね。一陣多分取れると思うから、みんな一陣の援護行った方がいい気がする。うんうんうん、うん、まあ、もう一人リスモン行ったから大丈夫だとして、どうしよう。とりあえずシャンクス見るか。これはシャンクスをここどう、オッケー、めっちゃ火力入るやん。いやいいね今の火力。いやこれはシールドを削ろう、シールド削って、はい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 、大丈夫大丈夫、これ大丈夫、間に合うから、そろそろシールド切りが、オッケー、ナイスナイス火力。いやシャンクスありがてー。さあこれは、ミスって多分これは、はい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 、オッケー大丈夫、これ大丈夫よ、これ全然大丈夫ですからね。はいはい、オッケーオッケー。またシャンクスに対する火力えぐくないか。いや結構ワンパンできるね、ありがとうございます。いや味方ナイス。はい、ということで3戦目よろしくと。いや結局さ、シャンクスとの対面がどんな感じかわかんないな。なんかもうちょっとね、意外とシャンクスワンパンできちゃっててね、なんか幸せな悩みみたいな。いや全然違うわ幸せだね、な全然違うよな。さあとりあえずこれはこっち取って、はいはい、これシャンクス飛んでくんじゃない、こっち取り際、あーオッケーオッケー、味方かい、すごい勢いでこっち来るから味方か敵かと思っちゃったわ。あ全然食らわない、あなるほどね、全然食らってないね。さあこれは危ねー、ちょっとこれ怖いけど。いやシャンクスすごい暴れてる。あっち行ってるけど、ちょっとお宝エリア内だとねちょっとしんどいんで、一旦これは危ない。さあこれは回避を読んで、はいオッケー待っていいじゃんガープ、火力がいいよね。あこれ上げるわ上げるわ、あでも体力最大体力めっちゃ減らされてんなシャンクス、かわいそうに、かわいそうにっていう日本語はなんかおかしいか。とりあえずここはウソップだったらね正直全然大丈夫なんだよね。まあウソップも、あシャンクス、ウソップも怖いけどね正直。さあ無敵で突っ込んでくるか、突っ込んできたね。さあこれはジャスト回避しちゃって、ここはい完璧完璧ガープだね。待って本当にシャンクスに強いじゃん、で火力がいいねシャンクスに対して。さあここはちょっと待って、俺に竹かかったらまずい、こっち来たらごめん、あオッケーオッケー、あっちに竹向いたらシャンクス守れたわ、やばいそれは。あでもいいね、チームブーストでもこれっていうね。さあこれは、はいこれはオッケーオッケー、でこれは回避を4、いやいいよナイス吹っ飛ばし、やばいおでんがやばい、おでんがやばい、これはジャスト回避失敗したのが一番やばい、わー。はい、ということでラストよろしくと。いやガープどうですか皆さん、意外とやれるっしょシャンクスに対しては。まあちょっとね杯とか、まあおでんとかはね、まあきつい部類には入るのかな、まあ儲かちょっと意味わかんないぐらい入るしいやだからねシャンクスはでも勝っていきたいね、うん、せめて、うん、でも意外と火力とかもいけるから。さあここはオッケー、ナイス犬神、何もしない方が正解だった。まあ、とりあえずここ貯めて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 瞬間移動してくる、オッケー、オープンだ、いける、これ竹かかんなくても、はいオッケー、いやあはい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 、全然大丈夫、これ吹っ飛んでないからお宝エリア内だったら、これ通常攻撃合わせ、いや気絶、嘘気絶は効いてない、あ結構耐えれてる。やっぱ今だってさスキルめちゃめちゃ大きいの食らったはずなのにさ、どうしよっかな。じゃあこうなったらこっちタゲかかってくるな。いやこれさ、ジャスト回避した後さ、なんで逆向くんだろうねシャンクスの時って。なんかあんま普段そういうことないんだけど、いやこれこっち瞬間移動してくる可能性あるからね。やっぱシャンクスさ対シャンクスって、うわそういうことね、気絶入りすぎ、気絶入りすぎ、待ってこれは
オッケー、ナイスナイスナイス。気絶入りすぎてちょっと怖い。やばいやばいやばい。これは、はいはい、やばい、終わったわ。ここ通常攻撃合わせ、はい、オッケー、完璧。危ない、ほんと危ない。いやでも結構耐えたくさいぞこれは、シャンクス戦ってると。いやシャンクス対シャンクス、マジこっちに瞬間移動してくるからさ、あ、狙ってなくても、そう、それが怖すぎる。危ねえ、やらー。よしよし、あ、オッケーオッケー、シャンクス倒した。シャンクスは倒したから大丈夫でしょこれ。いやいや、シャンクス 2KO してるからね。いやディフェンダーじゃなくてもうもはや自陣アタッカーだよね。いやこれね、みんな警戒するようになっちゃったね。さあこれは、はいはい、あー、ダウンさせた、はいはい、オッケー。まあマグマ溜りジャスト回避だったから、いや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 、これ俺のせいだからね、攻めますって言っちゃってくるよ。いや完全に僕のタイミングミスですからね。さあとりあえずここいただいちゃって、はいはいはい、大丈夫。いやマジで強くないかこれさ、せめて死にに行きたいな正直。はい、オッケー。うわ、あー、カウンター押したけど発動してないやつ、あるあるね。さあこれジャスト回避、誰にだけ取ってんのこれ、マジジャスト回避後もさ、うわ全然食らってない、やばい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 、これほんと死にたいんだけどな。やばい、でも味方一気に2人やられてるからこれ死ぬわけにはいかないな。はい、一発、やばい火力が。いや裏大丈夫か、まあこれそろそろ死にたいな、そろそろ死にたい。これカウンター決めて、あのシャンクスにタゲ取って、うわー、やべえ、やっぱシャンクス、裏行く、シャンクス守った方がいいって。どうしようこれ、どうしようこれ、どうしようかな。いやこうなったらよ、こうなったらバカ肉を食って、いや全然あるなこれ、全然ある、落ち着け。一気に全員 KO すれば問題ない話ではある。さあここは、うおらー、どうどう、え、行ったんじゃない。うわ、シャンクス無敵だったか、あ、ある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 、シャンクスこっち戻ってこい、こっち戻ってこい、こっち戻ってこい、オッケー俺に任せろ。うわ、よし、どうしよしよしよし、マジで完璧じゃん、マジで完璧ガープじゃん。